すまないイーノック、友人に紹介を頼まれたのを忘れてたよ。どうしてもお前に新しい力と技を授けたいって聞かないんだ。以前何度か会ってるはずだが。私だ、イーノック。覚えているだろう。力を貸そう。私は約束通りずっとそばで見ていたからな。そろそろ戻るぞ、イーノック。動き続けて。大丈夫だ、問題ない。
前には理解できまい。お手柄だな、イナック。サリエルは浄化されて魂の牢獄につながれた。次はこのタワーを設計したバラケルが支配する世界だが、そこで自由の民の王者シンが待っているはずだ。いろいろ頼み事をされると思うが、まあ聞いてやってくれ。天空から降りてきた男、イーノックよ。頼まれてはくれぬか。我ら自由の民を襲い狂乱する火のネフィリムに永遠の安らぎを与えたまえ。火のネフィリムたちに永遠の安らぎを。Thank you.
火のネフィリムこそ全ての元凶。彼らの存在がなければ洪水計画が発令されることはなかったのだ。